本校では日本とトルコの関係について外説する。オスマン帝国時代も含めて本校で扱う。15世紀に入ってオスマン帝国の勢力が伸長すると、それまで陸路でアジアから香辛料を入手していたヨーロッパは通称ルートを帝国に遮られることとなり、新たな通称ルートの開拓の必要性に迫られた。この後、ポルトガルやスペインは、 希望本周りの海洋通商ルートを開拓し、アジアにも勢力を拡大していくこととなった。すなわち1543年の鉄砲伝来によって、始まる日本と欧米との接触は、オスマン帝国の勢力伸長の間接的な影響を受けて起こった出来事であると言える。詳細は、エルトゥールル号遭難事件を参照エルトゥールル号。 順南少子霊碑1887年、小松の宮秋人新郎がヨーロッパ訪問の途中でイスタンブールに立ち寄った。それに応える形で1890年、オスマン帝国スルタンであったアブデュルハミト2世の施設としてフリーゲート館エルトゥールルが日本へ派遣された。施設は明治天皇へ新書などを手渡し帰国の途についたが、 和歌山県沖で台風に巻き込まれ座礁沈没、特殊オス万派者を含め500名以上の乗組員が死亡した。しかし、伊大島の住民が救援に駆けつけ69名が救出、知らせを聞いた。明治天皇は直ちに医師と看護婦を派遣、救援に全力を挙げた。さらに生存者には、日本全国から多くの義援金、懲意金が寄せられ、1891年、 生存者は、日本海軍の装甲コルベット、コンゴー、ヒエイの二艦により、オスマン帝国に定徴に送還された。1892年には、日本各地で講演を行い、義援金を集めた、山田ムネアリがトルコに渡り、アブデュルハミと2世に越見している。この事件は、トルコ国内で大きく報道され、日本人に対する友好的感情もこの時より醸成された。 現在、和歌山県串本町では、トルコと日本の関係についての記念館がある。南下政策によって必地領国への脅威となる、ロシア帝国1866年のロシア帝国領土勢力圏1904年から始まった日露戦争に、オスマン帝国国民は大きな関心を寄せた。これは、クリミア戦争、ロト戦争などによって、 ロシアからの圧力を受けていたことによるもので、両国にとって南下政策を推し進めるロシアは共通の敵であった。1905年日本が日本海海戦でロシアバルチック艦隊に対し決定的な勝利を収めると、オスマン帝国国内では自国の勝利のように喜ばれた。なおロシア国会艦隊に対する封鎖を日本に協力するために行ったという解釈があるが、 国会艦隊が国会から出ることを禁じた1841年のロンドン条約以降を常に言っていたことである。ロシアとの歴史的な対立関係、戦艦の購入をめぐり、英国と急速に関係が悪化したこと、ドイツの強い働きかけと陰謀などにより、オスマン帝国は第一次世界大戦では同盟国側として参戦、連合国側として参戦した日本とは、交戦国同士となる。 敗れたオスマン帝国は1920年、セーブル条約によって、広範な領土を失った。第一次世界大戦で敗戦国となったトルコは、さらなる列強による国土分割、植民地化の危機にあった。しかし1922年からケマルアタチュルクラの主導で祖国解放戦争が開始され、トルコ共和国が成立、1923年のローザンヌ条約により、 国境が決定した。1924年には地の国交が樹立され、1926年には地協会が発足。トルコでは近代化政策が進められたが、民族資本の育成や国立銀行の設立、法制面の整備などの諸改革は、日本の明治維新を手本にしたものである。1930年、羊通商公開条約が結ばれ両国の関係は、 より強固になった。終戦によって、ロシアの捕虜となったトルコ兵は1918年に日本側に移管され、その後、日本が捕虜をトルコ本国へ送り届けることとなった。1921年に捕虜を乗せた輸送船の平名丸がウラジオストクを出発したが、イスタンブールへの到着を目前にして、ギリシャ軍に、日本とトルコの関係は良好であったが、第二次世界大戦で、 トルコが数軸国側に参加することはなかった。開戦当初からトルコは中立を宣言し、中立を長らく維持していたが、イギリスをはじめとした連合国の圧力により、1945年日本に宣戦線復刻した。しかし、国内世論は宣戦線復刻に反対であり、日本に対しての軍事行動は一切行わなかった。戦中に破棄された両国の国交は、 サンフランシスコ平和条約によって回復した。この際トルコは日本に対して賠償金その他の請求を一切行わなかった。戦後は経済大国へと発展した日本によるトルコへの政府、開発援助での支援が積極的に行われており、特にイスタンブール市内のインフラの整備などに日本の多額の資金と技術が投入されている。 1985年イラン・イラク戦争では、イラン在留日本人の救出に、トルコ航空機が出動、200名以上が救出されたほか、1999年のトルコ大地震の際には日本からトルコへ捜索隊、救助隊の派遣、緊急援借款供与、緊急物資、無償援助、仮設住宅供与などが行われた。ボスポラス海峡海底地下鉄のトンネルは、 日本の支援で行われた。地下鉄の車両は韓国に発注され、アンカラの地下鉄は中国の支援に追っている。また、日本とトルコではお互い恩返しをするような関係になっている。エルトゥールル合奏難異例費の紋章二国間の貿易は戦後は一貫して大幅なトルコの貿易赤字の状態である。日本には多くのトルコ友好協会があり、トルコとの交流が 積極的に行われている。トルコ政府系団体トルコ政府連携友好協会1945から1952年はトルコから日本への中殺なし。ありがとうございます。